サブスクライブ。誰だあの女。いってらっしゃい。お気をつけて。いってらっしゃいだ。おいエンド、寝てるのか。許せねえ。というわけでさよも帰ろう。ごめん今日用事、習い事あるから。着替えてくるから自分でやれば。え、あそう。おかえりなさい。ああただいま。ねえちょっとたくみ、更衣室の蛍光灯が切れ、ね、見るな。いい加減にしろ。大鳥、俺たちの任務は何だ。マリオを警護することだろう。ちょっと待て草薙、なぜお前はこの女のことを名前で呼んでいる。つまりこういうことよ。名前で呼び合うような仲なのよ。ねえタケル。草薙、やはり貴様というやつは見損なったぞ。魔女の誘惑に負けるとは。さすがは内巻くん。あのシリーズのミリーザは燃えますよね。好きなんですか漫画とか。うん大好き。何これ。宇佐美さん、そこ俺の場所なんだが。いや、なんでもないです。どうぞお使いください。光、キスした経験が。うん。あ、それで相手は。先生、びっくりした？でもどうして。先生がヴァンパイアのこといろいろ聞くからいたずらしたの。はあ、へえ、いいなあ。矢探しをするなら今じゃ。それじゃあ早速女の子の秘密探訪と行くか。あん。おはようございます。ありました。そんなことしとる場合かや。来てたんだ、さやちゃん。いらっしゃい。店長、お帰りっす。あとは僕がやりますから、上がってください。おお、やったー。お疲れ様っす。それじゃあ、お風呂いただいちゃっていいっすか。あの人ってバイトじゃ。うん、住み込みでバイトしてくれるから助かるんだ。へー、住み込み。なんじゃそりゃ。お前には罰を与えるという約束だったな。そう、屈辱をな。アイン様、少しだけ退出してもよろしいでしょうか。戻りました、アイン様。あ、こちらはオッケーでしたよ。なんだこれは。ん、なんだっけそれ。貴様を一瞬でも信じた自分がバカだった。リンさん。これはどういうことでして。一体何の、こいつは。ルーデウス、ベッドに連れ込むなら否認はしてくれよ。ルシアン、ルシアン、知り合いですか。ルシアン、まさか。違うから、浮気とかじゃないから。夫の妻への愛を疑わないで。はい、アルゴノートくん。ねえねえ、どうしたらアビリティオール S にできるの。
ゆっくり聞かせてもらおうじゃないの。お、出たか。小さい船でごめんな。うわっ、草薙、うわっ、恥をかかせないでください。タケル、おい貴様、中にも礼儀ありと言ってたんだ。とりあえずエロ本探しでも。この裏切り者、どうも気になるわ。これから起こることを部長にもアーシアちゃんにも内緒にしてあげます。スタルったら、スタル、これはどういうことかしら。あのですね、あ、憧れが明けのお姉様と仲を深め合ったのかしら。あんな、俺は勝手になさい。あらあら、嫉妬だなんて可愛らしいわ。で、まあまあ、リー落ち着いてね。神崎さん怯えちゃってるし。あ、ありがとう。それで実際どうなのかな。だからだな、イチカとだな、付き合ってますの。なんですね、リムル様。うむ、どんな具合だ。はい、カイジン様が作ってくださったおりきはとても使いやすいです。ではリムル様、参りましょう。お昼が冷めてしまいます。私がリムル様のお世話をしてもいいのですよ。いいえ姫、それには及びません。私がきちんとお世話いたします。九条先生、どうしたんですか、こんなところで。ちょうどよかった。やはり家族には母親が必要だと思うんです。いろんな人応援に来てくれたぞ。姫ちゃん食べて、私のも食べて、私のもいっぱい食べるんだぞ。あれは一体何なんですの。全くけしからん。どうかしてるぞ。ワラビンピックで先頭立って戦う姿、マイナーな思想の持ち主が身近にいるとは思いませんでした。よかったわね、リンちゃんと気が合って。達也くんって実はリンちゃんみたいなのがタイプなの。は？こんな美少女と肩寄せ合ってお話ししてるっていうのに全然手を出す素振りもないと思ったら。ごめんね、お姉さん子供体型で。雨とか重たい荷物が届くから桜井くん少し早めに来てくれる。あ、OK ですよ、亜美さん。どうした、宇崎。先輩、亜美さんは下の名前で呼ぶんすね。あ、え、ちょっと宇崎さん。銀シャリが進む。マリー、先に帰ったんじゃなかったのか。何言ってんの、タケルの家に帰るんじゃない、泊まるんだから。俺ん家に泊まる？何してんのよ。巨悪の魔法でも使っているに違いない。黙れ、草薙はむっつりだから貴様程度の魅力でもコロッと言ってしまうのだ。程度って言った、あんた何様よ。ありがとう、お兄ちゃん。とか言って鼻の下がお伸びになっているようですけど先生。サーフェ、お医者様の次はお兄ちゃん。私病気だったのに出てったっきり帰ってこないで。帰ってきてみんないて、二人の時間はないんですか。あ、おはよう。ごめんね西村君。茜、さっきまでは機嫌良かったんだけど。いやー